はい、どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、私のクラン 8連勝中だったんですけれども、まあね、このクラン結成から8連勝中だったんですけれども、今回大差をつけられてしまいました。このね、理由としてはですね、やはり階層というか中堅層による、まあ、今回まず、私たちのチームが攻めた、まあ、この村は相手の村なんですけれども、私たちのチームが攻めた、まあ、攻撃方法なんですけども、それをねちょっと分析していきたいと思います。まずはもうここでヒーリングを打ちまして、対空砲がない状態でもう完全に有利なわけですよ。そこでヒーラーを投入できて、あとは時間の問題というところになってんですけれども、はい、ちょっとこうともしましょう。はい、そうですね、まあ、ここでジャイアントを2つに分かれてしまうんですけれども、ヒーラーをここで投入して、まあ、ヒーラー2体いれば基本的に破壊されないので、あとは時間の問題だと思ったんですけど、ここですね、ここでウィザードが出てきて、この人は自分のこの攻めてる味方はですね、ライトニングを積んでいなかったので、このようにもうヒーラーじゃ回復が追いつかないような速度でやられていくんですよ。はい、もうこの時点でもうジャイアントが全滅してしまいました。そこでヒーラーはもうなんかもう用なしですよね。すぐやられてしまって、そこでジャイアント、まあそしてウィザードはまだ残っています。やはりライトニングを積んでいないゆえにどんどん焼かれてしまいます。そこで味方のチームはなすすべなく、まあ惨敗というか感じになってしまいましたね。まあ、ということで、まあ、今回、まあ、動画にしたのはやはり階層にね、やはりクラン戦で大事なのはやはりその下の層に、まあ、下の層にもうほんと壊滅されてますね。下の層にやはりその高レベルウィザード、まあ今の見たらレベルウィザード6か5なんですよね。やはり高レベルウィザードっていうのはやはり上位層の人はやっぱ援軍で送るとすごい強いんじゃないかなと思いました。まあウィザードのね破壊力は最強ということでした。ありがとうございました。